1番、2番、3番、4番、5番、6番の並びです。スタートしました第2レース、3号艇の田口がスタートを決めています。1周1マークの攻防戦、逃げる1号艇の武藤彩子、外を行く3号艇の田口節子、まくり出す。続いて2番、4番、5番、6番と向こう正面先頭争いです。内側に3号艇の田口節子、アウトから1号艇の武藤彩子。スタートは前提正常でした。3番、1番、ボートを並べて、一方後ろは4号艇の大橋。2マーク、3号艇田口が先行、指す1号艇の武藤。ホーム直線コース、先頭は3号艇の田口節子、一歩前です。1番、2番、3番、4番、5番、6番の並びです。スタートしました第11レース、1号艇そして6号艇がいいスタート。1周1マークの攻防戦、逃げる1号艇の田口節子、握っていく6号艇の幕夏美がまくり出す。内から2号艇の柿内清美、バックストレッチ先頭は1号艇田口節子、そのすぐ内側に6号艇の幕夏美です。スタートは前提正常でした。1周2マークの攻防へと移ります。先行体制は1号艇の田口、2番が回って指す6号艇の真子夏美、先頭は1号艇の田口節子が振り切りました。真子選手がまくり出しね、ちょっと視野に入りましたか？ちょっと自分が流れちゃったんで、うん、うわどうかなと思ったんですけど、はい、2輪の選手は、はい、なんとか、はい、なんとか先に回れて、はい、2マークも、ね、先取りしました。前半の時もちょっとまたいろいろ試したいなって言ってましたけども、このレースに関してはどんな感じに仕上がってたんですか？1マークとかちょっとかかりすぎるぐらいかかっちゃって、うんうん、いい方向だとは思います、はいはい。まだまだいろいろ試すことはありそうですか？これをベースにちょこちょこしていこうかなってもう思いました、はい。今日は連勝で終わりましたからね、明日に向けてファンの方にメッセージお願いします。堀之内さんも優勝したんで続けるように頑張ります。